ました。お待たせいたしました。お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。本日はね、お足元の悪い中、金シャチ横丁ようこそおいでくださいました。我々はね、金シャチ横丁公式おもてなしキャスト、徳川義直宗春と忍び衆と申します。ちょっと長い名前でございますけれどもね、まあ、金シャチ横丁のおもてなしキャストっていうのがやっております。こちらはね、徳川義直様というね、名古屋城の初代のお殿様を筆頭にね、それをお守りする忍び衆、忍者たちで構成されたおもてなしのね、チームでございます。本日はこれがね、最後の演舞となりますので、今からね、ほんの 2,30 分かかしございます。まあ雨にちょっと濡れながらで大変恐縮でございますが、ご無理のない範囲でお楽しみいただければと思います。注意事項なんですが、上演中の写真撮影、動画撮影につきましては一切お断りしておりません。はい、大歓迎です。どんどん撮ってください。はい、ただしですね、Twitter、Facebook、Instagram といった、インターネットへのご投稿につきましては一切お断りしておりません。たくさん希望です。もうどん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 撮って、どんどん上げてちょう、うん、ハッシュタグ金シャチ横丁をつけていただいてね、ぜひともバシバシとね上げていただいて、金シャチ横丁行ったらね、かっこいいお殿様がいたよ、楽しいなんか町人や忍びがいたよというのをね、ぜひ皆さん広めていただけたらなと思います。じゃあ間もなく始まります。もうちょっとだけ、もうちょっとだけね、立ってる方もうあと一歩ずつ前近づいてちょう。だんだん始まると人集まるからね、ぜひ前の方で。今回は終わってからそのまま引き続きね、義直様の出立式、いわば卒業式でございますんでね、どうか最後までお見届けいただければ幸いでございます。というわけでね、今日は雨の中ではございますが、金シャチ横丁たっぷりと楽しんでってちょうよ。忍び衆、黒玄ちゃん、金シャチ横丁公式おもてなしキャスト、徳川義直様、ご出座。戦乱の世から太平の世へ、日の本の国の大変遷を見届けた将軍様より賜りし、名物担当不動正宗、文武両道不動の心、わしが名古屋城初代城主、徳川義直じゃ。皆の者、金シャチ横丁へようこそ。金シャチ横丁、今日もいただきます。太陽にきらめく金のシャチ、天守閣の威風を背中にして、終わりの地へ生まれ育んだ、うまいもんを食らおう、世界の友よ、義直この守り続けた伝統と、宗春公が笑顔咲かせた新風と、友よ集まれ街を舞い踊れ、ここは終わりのうまいもんどころ、歴史の反応夢に浮かれ、今日もいただきます、金シャチ横丁。終わり名古屋は城でもつ、天下に届く名城の
ただき飾るは金のシャチ、その名を与えし横丁によみがえしは我ら歴代の終わり半紙、金シャチ横丁おもてなしキャスト、徳川義雄宗春忍び衆ここにあり。ありがとう。さあ皆の者、改めましてこんにちは。あ、くしゃみもかかりじゃん。ちょっと声持ちです。そのくしゃみのパワーもう一度こんにちは。いくめろ。あいつだ。こんにちは。こんにちは。ありがとう。わしは名古屋城初代城主徳川義直じゃ。父、家康公の遺志を継ぎ、名古屋の今日までの発展の礎を築いてきた。そして、私事ではあるが、今日、この演舞が、我が演舞の最後となる。わしもな、この金社長部長に世話になり、皆に世話になったが、最後の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 最後まで皆とこの金社長部長を盛り上げるため、汗と涙と汗と汗流して頑張るお父様、皆の応援よろしくな。ありがとう。さあ、今度は、わしのなことをこの聞いてもらったから、今度はこの忍びの者の話をしようか。こやつはな、服部半蔵正成と申して、この者もこの金社長帳を盛り上げるため日々精進しておる忍び衆じゃ。な、今日な、このちょっとな雨が降ってきとるけれども、こうやってせっかく皆の者が集まってくれたんじゃ、我が忍び衆の技お主らに見ていただこうと思う。お主らよいか。は、忍び衆の技の極みとくと見せてみよう。御意。しからばご紹介に預かりました、拙者二代目服部半蔵正成にございまする。ではただいまからご覧いただきますは大太刀の演舞にございまする。皆様熱田神宮はご存知でござるか。はい、知ってる人、さすが皆さんご存知ですな。熱田神宮といえば草薙の剣、また別名雨の村雲が祀られた神社でございます。雨を呼ぶと言われる伝説の剣が祀られたその熱田神宮の宝物殿に飾られておりまするマガラの太刀という大太刀の、これは写しレプリカでござる。しからば雨も降ってきました、しゃべりはそこそこに、演舞にてご覧に入れます。大太刀演舞。ございます。本前を失礼いたしました。いやー、大義であった。我が忍びにもう一度大きな拍手を。ああ、ありがとうありがとう。いや、見事じゃったな。ああ、しかし、あの、そうそう、まだわし金社長横丁の説明をな、みなにしとらんかったな。あ、お主もやるか一緒に。あ、ちゃうか。よしよしよし。この金社中古町というのは、吉直ゾーン、宗春ゾーン、この2つのゾーンから成り立っとるんだな。そして今わしらがおるのは吉直ゾーン、このわし徳川吉直をモデルとして作られたゾーンなんじゃ。ここはな、名古屋の、昔ながらの名古屋飯、懐かしい味を皆に堪能してもらおうというゾーンなんじゃな。
そしてその反対側にあるのが宗春ゾーン。今日はおらんけれどもな、我が隊には徳川宗春という、名古屋城のな七代城主が、おるけれども、その宗春を、モデルとして作られたゾーンなんじゃ。向こうには新進気鋭の店舗が軒を連ねており、名古屋に新しい風、新しい味を取り入れてな、皆の下を楽しませようという、そういうゾーンなんじゃ。この2つの、伝統とシンプル2つを兼ね備えた金社長のなんじゃ。どうした？平和になったな。よし、この金社長長な、2つのゾーンを兼ね備えたこの金社長長、これからもな、ぜひぜひよろしく頼むぞ。何やつ？我ら豊臣に仕えし忍徳川義直だな。おいのち頂戴つかまつる。仕方ない、かかってまいれ。次は曲げだけでは済まさんぞ。吉川様、あんまり弟子じゃない。金社長部長の平和は我らが守る。これにて一件落着。吉野様、吉野様の髪が飛んできた。また飛んできたんですけど、これ何か。第1回に引き続き吉野様との帰りにステージとも申し訳ございません。やはりこれを威発として取っておけと言ってます。認めともなれば家康梅の横に植えといてくれ。ああ、なんか開けて出そうだからやめてます。もう最後になっなあ、まあ豊臣は強かったということじゃ。抜けなきゃ休んでよかったです。ああ、そうじゃそうじゃ。さあさあさあ、もうわし喋っていいのかこれ。ああ、もうお願いいたします。みんな待っております。ああ、そうかそうか。ええー、な、こうしてこの金社長帳を、盛り上げるために我ら徳川義直宗春と忍び衆、日々、精進し、演舞を作り上げてきたわけじゃけれども、これからもな、この徳川義直宗春と忍び衆はまだまだ続く。しかし、わしは一足先に天に帰らせていただくことと、そうじゃな、まあこうやってな最後の言葉っちゅうのも、なんかこう照れくさいけれども、何を喋ろうかと考えておったとき、ふと思った。わしは何もできん男じゃ。一人では何もできん。なあ、こうしてみんながおらなければこう舞台に立つこともできんのじゃ。そりゃそうじゃろ。誰もおらんで、わし一人がここに立っとったら
ただのちょっと話しかけづらい人じゃしかし、幸いにもわしには仲間がおったな、今日おらんけども、まあ、隣に立って共に背負ってくれるもの、わしに仕え、立てまつってくれるもの、表舞台には出んが、影からな支えてくれたもの、そして、こうしてこの金社長御町に足を運びわしに声をかけてくれるもの、この金社長御町に来れなんども遠くから念を送ってくれたもの、そのものらすべてが、わしを支え、わしという存在を、意味のあるものにしてくれたとわしは思う。うん、そうだな。まあ、こういう感謝の言葉というのはな、安易に言葉にしてしまうのはもったいないぐらい、このわしの中にはこうふつふつとあるんだけれども、まあ、あまり長々と喋ってもな、あまりこう天気も、どんどん雨も強くなってきてるで、最後に、今の言葉締めさせていただこうと思います。名古屋城初代城主徳川義直の存在の意義をくれたものだことを深く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 感謝いたす。以上、ありがとう。ならば最後に、演舞オーバー。では、この演舞今日はこれで締めようと思う。晴れの日。殿、はい、それは出発式にとっておいてください。それが終わりの日だったんですけど、この後改めて出発式というのがあるのでセリフダブらないように考えてください。すごいかっこよく喋ってたのに。ああ、なるほどな。よしよし、じゃあ電源消えちゃってます。心よし、日はまたやりましょう。じゃあいつも通りやる。では行くぞ。日はまた昇る、しかと活目せよ。盛り上げられるよ、もっともっとこう気持ちを高め
口で我らを見にしてくれ。さあこの気持ちを拍手に込めろ。いくぞ。もっともっとじゃ。忍びの元来忍びが生業なりぞ。あえて忍ばず申し上げる。我こそは服部半蔵。手前一度前。そして家康公を父に持ち名古屋の城に入りし後は戦乱の世から太平の世へ日の本の国の大変遷を見届けた。将軍様より賜りし名物三公不動政宗、文武両道不動の心をわしが尾張藩初代藩主徳川吉直じゃ。城で持つ天下にとどろく名城の頂き飾るは金のシャチ、その名を与えし横丁にお願いしは我ら歴代の尾張藩主劇者地横丁公式おもてなしキャスト徳川義信宗春忍び衆ここにあり。ありがとう。これからも金社地横丁そして我らをよろしくの。片付けのございました、うん、では最後の演舞が終わりましたところでこの後引き続きまして名古屋城初代城主徳川義直様のご出立の儀を執り行いまする。ほんの数分の後に準備が整い次第始めさせていただきまするゆえ雨の中で恐縮ではございますがよろしければどうかお付き合いくださいませ。お時間は15分程度予定しております。あや出立の儀では三婚の儀を行う支度はできておるな。え？もちろんです。バッチリです。よし、ならばよい。頼んだぞ。あ、殿、殿こちらです。支度がございます。あ、そうかそうか。どうしよう、今からですよね。こうなったらHehehehe